こんにちは、平山茂です、今日はですね、12月の9日になります。木曜日ですね、現在時刻は12時17分、ご無沙汰しております。今日はお休みでございます。私は、今日も、お仕事という方、本当にお疲れ様です。大丈夫ですからね。大丈夫ですから。大丈夫ですよ。さあ、いつも通りに始めてみました。久しぶりに。私、ちょっとね、まあ、いろいろありまして、まあね、ちょっと心の病っていうとね、まあ優しい感じになるんでそう言いますけども、まあちょっと体調悪くしてまして、心のね、で、なんとか、リハビリをしていく様子をアップしますということでね、やってたんですが、まあそれすらもちょっとねアップできないような状態に、なっておりました。まあ、できないというよりはもうしたくなかったっていうのがもう本当に正直なところで、まあちょっとね、動画を待っててくれてる方に対してはちょっとね、申し訳ございません。まあ本当はリハビリしてたら、本当だったらね、何日目なんだろうっていうところではあるんですけれども、ちょっとね、もうその何日目なのかもちょっと分かりませんけれども、私は無事ですと、元気ですと、ご心配おかけして申し訳ございません。私無事に、なんとか元気に生きております。で、このまあリハビリ期間中というかね、この数日間、まあ、何をしてたかというと、まあ、ただ仕事の日は仕事に行って、休みの日はぼーっとしてというような日々を、過ごしておりました。まあ、それプラスこうプラスと言いますか、まあ何もしてない、この動画をアップしない時期はですね、まあいろいろ、まあこれからの、YouTube をどうするかっていうのもちょっと考えました。でも思考が全くこう動かなくてですね、これはまずいなと、余計まずいなと。これはもう動画を撮りながらどういう YouTube を作っていくかっていうのは考えないと、思考が止まったまま動かないなと思いました。はい。まあ今日はですね、まあお休みということで、ちょっとね、お知り合いの方が、まあちょっと会って話でもしませんかということをね、言ってくれました。なのでちょっとね、今日は一緒にちょっとランチをする予定でございます。はい。なので、まあ久しぶりにね、なんか人と会っておしゃべりするっていうところで、まあちょっとね、すごい楽しみで、でこの後も間もなく合流ということになるんでね、また、ちょっとね、その方とのまあ お話とかね、食事が終わった後にまたちょっと動画を撮ろうと思いますので、また引き続きご覧ください。ちょっとね、食事の様子はちょっと動画は撮らないと思いますので、ご了承ください。では続きもご覧ください。もうだいぶ見れるようになりましたからね、もう大丈夫です。もう大丈夫。では、はい、食事終了しました。とても感動するお食事会でございました。まあ、同じ、僕と同じ緑区にね、在住のお知り合いの方だったんですけれども、お互いのですね、本当に人生を語り合いながらですね、まあ、約1時間半ぐらいなんですけど、いっぱいいいお話が聞けました。そして、めちゃくちゃ素晴らしい方でした。
本当に素晴らしい方でしたね。僕がなりたいと思ってる人でした。僕ができないことができる人でしたね。本当に感動しました。まあ、僕はYouTube というね手段を使って、まあ見てる人に大丈夫だよっていうのをね言わせてもらってるんですけれども、まあ、今日お会いしてお話しさせてもらった方はもうアナログで、ね、例えば職場の人であったりとか、そういう自分の周りの人に対してそういう行動ができる方でしたね。本当に僕は逆にそういうことができない、勇気がなくてできない、思ってもこう例えば職場でねちょっとすごい上司からいろいろ言われてねちょっと辛い落ち込んでる人に対してもうまさに大丈夫だよっていう、なんかその人を助ける、助けてあげてる、助けてあげることができる方でしたね、その方は。まあ、僕はなかなかその、まあね、当事者ちょっとへこんでる人をね元気づけたりはできるけど、その例えば上司が言ってる最中に上司に対して言い過ぎじゃないですかとか、そういうのっていうのは僕はあんまり言える人間ではなかったんですけど、そういうすごい強い男でした。素晴らしい方でした。まあ、またいつか紹介させていただこうかなと思うんですけど、そういうちょっとね非常に強くてかっこいい方とちょっと一緒にお食事できたのがすごい嬉しいです。そしてすごい力になりましたね。はい。いや嬉しい。いやいいですね。なんかね、すいません、ちょっと全然イメージできないと思うんですけど、まあちょっと今日はねちょっと ブログといいますか日記的な感じでちょっと記録として残させていただきます。はい。いやちょっと大丈夫になりましたね、本当に。いやちょっとまあね、そういう強い男やっぱ憧れますね、僕は。なかなか勇気がいるというか、人のために、なんか同じね職場で働いてるメンバーのことを家族と思ってるっていう、兄弟だと思ってるっていう言葉はすごい痺れましたね。ちょっと話を聞きながら泣きそうになりましたけどちょっとこらえましたけどね。いや本当にかっこいい男でした。さあ僕もね、まあ、強くなりたいなという気持ちも持ちつつ、まあそういうこともね、まあ、そういう状況になった時にそうなれるかはちょっとわからないですけど、まあ、とにかく私は、今 YouTube という、ね、手段を使わせてもらっているので、YouTube でまたこれからもね、見てくれている人に大丈夫ですよって、言っていきたいなと思います。はい。さあ、リハビリっていうのはね、自分でリハビリって言っちゃいましたけど、リハビリっていつ終わりなんだっていうのはちょっと僕の中ではもうわからないので、まあ、今日を機に、まあ、リハビリは終了でいいのかなと思います。まあ、リハビリというリハビリはちょっとそういう言葉を使っただけっていうのもありますけど、まあ、ずっとまあリハビリ、これもリハビリなのか分かりませんけれども、まあ、ちょっとね、そろそろもう大丈夫ですよ。もう大丈夫です。すいません、おげっぷが出ました。
大丈夫。うん。うん。いや、とにかく、まあちょっとね、弱ってる人にこう手を差し伸べることができる人っていうのは本当にかっこいいなって思いますね、本当に。なので、まあ、僕もかっこよくいきたいなと思います。ということで、うまくね、話はまとまりませんけれども、これからも、毎日とはいかないかもしれませんけれども、大丈夫と。皆様に言わせていただきたいと思います。これからも死ぬまで、はい、大丈夫ですから、大丈夫です、大丈夫ですから、大丈夫、うん、大丈夫です。ということで今日は終わります。ではまた、ありがとうございました。平山茂でした。